海上自衛隊ヌモが2型護衛艦6番艦アガノが浸水したという情報を入手しました。今回ハモが2型護衛艦について見ていきます。日本の驚異的な建造スピードは世界でも注目されていますし、日本人が超得意な分野ですよね。量産化されている建造技術は一般では計り知れない研究の成果なんです。悪魔的建造を深掘り。海上自衛隊が大急ぎで建造を進めているモガミ型護衛艦。1番艦でネームシップのモガミが2022年4月28日に就役して以来、同年中に2番艦クマの3番艦のシロが就役しました。続く4番艦ミクマは2023年3月就役予定、5番艦ヤハギ、6番艦アガノが浸水して偽装中です。このように1年に2隻というハイペースで建造が進められ、現時点では総計22隻が配備される予定ということです。このモガ、2型護衛艦には FFM という新しい艦種記号が与えられているので、従来までの護衛艦とはコンセプトが違うと思われます。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいもので、戦闘艦を護衛する空母や駆逐艦と、同じように対戦、防空能力を備えてはいますが、揚陸部隊、補給部隊、商船団などの艦隊護衛が、主な任務になっています。M は、多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、モガ、2型護衛艦は、対戦、対空、対艦におけるこれまでの護衛艦に求められてきた艦隊護衛任務をはじめ、掃海艇が担当してきた機雷戦まで、文字通り、多目的な作戦に従事できる艦種ということです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国の海軍における駆逐艦、デストロイヤーと同様の位置づけとしていました。その中でも、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦は、汎用型護衛艦として DD という艦種記号を付与していました。海上自衛隊の艦種記号を少し紹介しましょう。混合型のように艦対空ミサイルを多数搭載、艦対防空が主な任務のイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッドミサイルの G をつけて DDG としています。出雲、型やヒューガ型のようにヘリコプターを搭載して対潜作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて DDH、汎用型護衛艦 DD より小型で、近海での活動を主担当とするアブクマ型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて DE という艦種記号がついているのです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦種の設定は久しぶりのことでした。この FFM モガ、2型護衛艦の構想は、2013年12月に発表された25大綱で明らかになりました。日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海事における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対し、そうした任務に対応する能力が護衛艦に要求されるようになったためです。対応として、沿岸防備部隊として護衛隊群に所属しない護衛隊、艦番号が10番台もしくは2桁の護衛隊の増加に加えて、海自が常時保有し、運用する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていました。しかし、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役予定と見られていたため、それらを入れ替えながら増強を図るために、多様な任務への対応能力向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が必要として FFM という新艦種のモガ、2型が計画されたのです。
防衛装備庁の当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力向上と船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点では、この FFM は3000トン型護衛艦と呼ばれていました。しかし、多機能性が要求されたことで必要な装備を搭載する関係が厚ったため、最終的には、当初計画から3割ほど大型化した3900トン型護衛艦になったのです。目下、身型の艦隊の大きさですが、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、最大幅 16.3m、深さ 9.0m です。ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、MT30 ガスタービンエンジン1機、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機を搭載しています。ステルス性に配慮して設計されたので、レーダー反射断面積 RCS を小さくするために、主船体、上部構造ともに、外国のステルス艦と同じように傾斜角がついているのです。そのため、全甲板から艦尾方向に続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置もかなり変更され、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、上部構造物が左右両舷までに張り出しています。このため、艦の上甲板に設けられていた外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍でもが身型に相当する艦は、中国海軍では、054A型と呼ばれている航海2型、ジャンカイ型フリゲート、ロシア海軍ではアドミラルゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラルゴルシコフ級のネームシップで1番艦アドミラルゴルシコフですが、マッハ9で飛ぶので、迎撃困難とされている極超音速兵器ツィルコンを搭載し、2023年1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、アメリカを含む北大西洋条約機構 NATO に対して、ロシアが、いつでも、極超音速兵器を発射可能であると見せつけ、脅威を覚えさせるためと推測されています。そのアドミラルゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS、垂直発射艦を32セル搭載していますが、目下身型は、その半分の16セルしか搭載していません。数が多けりゃ良いというものではありませんが、下手な鉄砲なんとかとも言いますしね。予算はついたものの、搭載するミサイル開発問題などがあって、VLS は未搭載です。兵装の差は、水上戦闘艦として建造されたアドミラルゴルシコフ級ともが、身型の運用目的の違いにあります。目下、身型は、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去及び不設の機雷戦能力も備えられた文字通りマルチな多用途艦です。兵装としては、62口径5インチ砲 127mm 単装砲が、一門、国産の遠隔操作式無人重火 RWS が、2機と 12.7mm 機関銃がも、が身型護衛艦に搭載されることになります。固艦対空兵器としては、近接防空ミサイル11連装1機、対水上艦攻撃用として、対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては、324mm 3連装単魚雷発射艦2機が搭載されているほか、前述の MK41 垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。また、ヘリコプターの搭載機能も併せ持っているので、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そして、このもが、身型護衛艦の乗組員は約90人と輸送されているので、従来の護衛艦と比べると、
大幅な精進化を図ったという特徴があります。役割的に全型とされる DE 阿武隈型護衛艦は基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルなので、もみ型より一回り小さいサイズです。しかし、乗組員は約120名と想定されているのです。阿武隈型よりも大型で搭載兵器が増えているはずのもが、み型が約3割も人員を減らしていることは、いかに精進化が進められているかの証明にもなるでしょう。消費と化に伴って、目下、み型では、クルー制の導入を予定しています。目下、み型護衛艦3隻に、4組の上艦クルーを配置して、3組が上艦している間に残り、1組に休養を取らせるというローテーションです。このローテーションによって、定期検査や修理などに対応しつつ、稼働隻数だけでなく、乗員の休養期間も確保できると思われます。目下、み型では、すでに就役している艦と今後建造される艦の偽装は、すべて同時期になるように計画されているのですが、これについても、海上自衛隊では、初めての試みになるそうです。かなりの期待がかかっていると思われますね。